よし、続きから。なんて言うんだろうな。俺様ちゃんに勝てるかな？こんなんじゃなかった？とりあえずカップを全部持っているようだし、お前がこのつまらん星の代表というわけだな。そうだよ。待たせやがって。それじゃあ待ちに待った対決を始めるぞ。こいつ宙に浮いてる時点でずるくない？路面状況関係ないやん。レギュレーション違反やろ。まあ行きましょう。相当強いんじゃないか。ラストステージですね、これが。一応ラスボス。前作でもね、結構強かったんだよ。むちゃくちゃしてくる。まずフライングしてくんだよ、こいつ。この時点で舐めてんだけどな。カウント2か1のとこで出ていくんだよ。ほら、なんであんなことが許されんの。こういっぱい出してくるから、これはもうダメーん。アイテムだよ、アイテム。アイテムをくれ俺に。アイテムがないと勝てないんだよ。このゲームで学んだことはそれだな。アイテムがあれば勝てる。アイテムガチャだな。とりあえず箱を壊しまくって。いいや、ムカつくなこいつ。分かっててもムカつくな。これちょ待って、まだいい。こいつもね、他のボスと一緒で多分離れてるとスピードが遅くなるから、ミサイルは微妙なんだって。当たんねえもん、こう道くねくねしてると。どこで撃っていいのか分かんないし、これはもう捨てよう。次のアイテムに。いや、ちょすげえんだけどこれ。こんなの避けていかなくて、ダッシュはいらねえっつうの。うわあ、リンゴになっちゃった。まあいい、とりあえずアイテムを引きまくる。なんかすげえ、ゲーム変わってんだけどこれ。弾幕シューティングになってるぞこれ。これはドドンパチ大王女ブラックレーベル、大変なことになっております。アクアクはね、距離詰められるから嬉しいんだけど、ミサイル当たるかな。当たんねえだろうな。これも早く捨てたい。道がくねくねして直線がないとね。あ、これ当たってる。当たってねえな。ミサイルの追尾も弱くなってる気がする。前作もっとちゃんと追っかけてくれた気がするんだけど。こんなゴミを渡すんじゃねえ。あ、なんか近くにいた。ここで抜きたい。何かいいものを出して。黙れ！じゃあ見たか。このまま距離を空けていく。うまくダッシュカーを利用し、最高速のターボを維持しつつ、行きたいところだけど壁にぶつかるというね。まあうまく、とりあえず、抜かされないように。こっから抜かされないようにいけば、ありがたいことに、このステージダッシュカーが多いから、ちゃんと壁にさえぶつからなければ、そんな距離が縮まることはないと思うんだよ。こういうのはないとね、ラインとか、いいラインついてきた方が絶対速くなるから、まずいんだけど、ずっとダッシュカー乗ってれば大丈夫じゃないかな。あ、でも距離が、やばい、縮まってきたよ、距離。なんであんな速いんだよ、あいつ。てか、なんであいつ宙に浮いてんのにダッシュカーの効果があるわけ。意味わかんねえんだけど。どういうこと？あ、縮まってきてる。しかし、こっちには、鉄壁のブルーバリア。あれ、俺が置いたやつじゃねえ、あれ。こういうことになるから、ああいうの置いちゃ、やべえ、もう真後ろにいるんだけど。気色悪い、ストーカーかよ、こいつ。とんでもねえやつだ。アイドルとかにストーカーするタイプだな、こいつ。僕でもね、あと一周、なんとか逃げ切りたい。いいアイテムって何？ありがたくはないかな。当てらんねえもん。後ろ向いてる余裕がないもん。まあ、当たんねえよな。何か、音が怖えんだけど。ピュン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 投げてること。俺でも当たってよ。やばい！アイテム取られた！おぉ！飛ばしてきてるから、後ろにいる分には大丈夫。おら！だからこら！じゃ、これで、くらえ！くらった？くらってない？くらってなさそうだ。なんでこんな早いの、こいつ。おっしゃ！これでぶっ殺しちゃう。まずはここで一発。えい！これ抜いたっしょ。で、前に出たとこでもう一発。まだ2発、根魚残ってるから、こっちには。ダブル根魚。これ前に出たとこで殺す。まあ、できれば出てこないでほしい。なんだよ、あんなとこにニトロ置いたやつ誰だよ。
これいけんじゃない？あ、こ、誰だよこんなとこにいいとこ置いたやつ。まあこんなもんよな。ちょろいもんよ。非常にきつかったこれ。何分になってるか知らねえけど、40分ぐらいやったぞ俺。相当な、おそらく相当カットされてると思う。あー疲れた。さあエンディング見ようか。あ、帰ってった。こいつ体むき出しやけど大丈夫か。気圧が。この無敗の俺様ちゃんが負けるなんて。かわいい。なんたる屈辱。このままでは笑い物にされてしまうぞ。まあいい、俺様は約束を破ったりしないのだ。この青くて小さな星は放っておいてやる。だが俺様のレコード全てが破られたわけではない。宇宙最速の称号はまだ俺様ちゃんのものだ。この星を救いたくば全てのトロフィーを集めるがいいってことだね。いずれまた会おう。よくあるやつだな。魔界村みたいなもんだな。魔界村2周目みたいな。お、エンディング一緒じゃん。クラッシュ君、映画の会社に売りましたって。こいつ稼ぎ方分かってんな。面白かったね。やっぱり映像も綺麗になってたし、悪くないリメイクじゃないですか。これ前も言ったかもしれないけど、このステージにね、いろんな過去作のキャラクターとかギミックがね、いっぱい隠されてるのよ。ちょっと走ってチラチラ見た分しか分かってないけど、それを見つけるのも面白いかなと思って。まだまだ楽しみはたくさんあるね。キャラクターもなんか今大量にいるんだけど、すでにまだこれから増えていくみたい。キャラが増えたところでなんだよな、そのキャラの性能はもう4パターンしかないから、ハンドル、バランス、加速、スピード、まああんま意味はない、ゲーム的に意味はない。キャラゲーとして幅が広がるっていう感じで、まあおそらくクラッシュ以外のキャラも出るでしょうという。なんだっけ、あれが発表されてんだっけ、スパイロが発表されてんだっけ、スパイロザドラゴンが。あれもまあソニーコンピューターエンターテインメントだから、どうなんだろうねこれから。まあ、特に話すこともなくなってきたと。これ金で買えないキャラは次のグランプリ待たなきゃいけないのかな。あのレースクイーンとかね、なんかドライバーになってんだよ今回。もう嫌になったんだって、傘さすの。野郎のために傘さすのが嫌になったんだって。女性の社会進出だね。でそいつらがドライバーになってんだけど、そいつら解禁しようとしたら、もう少し待ってねっていうこの意味不明な文言が出てくるのよ。どこどこでできるよとか、どうすればできるよじゃなくて、もう少し待ってねっていう謎の期間を指定されてるんだけど、あれは何、次のグランプリを待てってこと。海外版の人とかすでに使えてるから、海外版ではそのグランプリが以前あったのかな。日本版は多分今のグランプリが初グランプリだと思うから、できないんじゃ。日本版で持ってる人いんのかな。あのオナゴども囲ってるドライバーがいたら教えてほしいんだけど。今あのベイビー T、 あの声が汚くなったベイビー T しかグランプリで解禁できないから、どうすりゃいいんだろうな。てかなんであんなベイビー T 声が汚くなったの。前作とか3の時可愛かったのにな。ヒヒーンヒヒーンティティーン言うてたの。今回なんか酔いつぶれたおっさんみたいな声してっから。でぇあぁ何があったんだ。やつれたのかなこの20年で。まあやつれることもあるよな。まあ、動画にはしないと思うけど、 CBR メダルとタイムトロフィーがあるんで、まだお話モードはそれを残り一人でシコシコやろうかなと思います。あとさ、ひたすらトライアルでオキサイドも倒さないといけないし、あと何やんだろうね、なんかいろいろ残ってんのかなと。あ、終わったっぽいね。多分キャラクターの部分が終わって、ここから
ヒューマンどものスタッフロールが流れてくるから、この辺で終わろうと思います。ありがとうございました。さよなら。